はい、どうもこんにちは。今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございます。この動画では最も手っ取り早く 3D のような、まあ、こういう立体的なね、あの写真のスライドショーの見せ方についてご紹介していきます。おそらくこれが一番、まあ、早く、作れる Adobe After Effects で作れる早い、まあ、こういうねちょっと立体というかパララックスの写真の見せ方なのではないでしょうか。非常に簡単です。写真にとあるエフェクトを加えるだけでこれが作れますので、まあ、ぜひともやってみてください。ということで、まあ、今日は、サクッと説明していきます。まあ、今回レイヤー2つ、準備しております。まあ、両方とも基本的な使い方同じなんですけれども、まあちょっと見ていきましょうか。でも今回もうレイヤー説明だけでもうほぼほぼ完了だったりしますが、まあ、このオプティックコンペンセーションっていう、まあ、エフェクトがあるんですけれども、これを加えるだけでですね、このような、まあ、写真がニュインとこう伸びるような、まあ、そういった感じの見せ方をすることができるようになります。で、まあ、写真によってですね、例えば今回はこの写真については雲を追加しておいたりして、まあ、より立体感を加えてますし、もう一つのこの、なんだワンちゃん、このポチかわかんないですけども、まあ、ニコーってねすごいなんか笑ってる、後ろで電車がこうやってくるっていう死ぬ間際みたいな、そういう写真があるんですけれども、まあ、これもオプティックコンペンセーションズっていうね、あのそのカミカミの英語を喋っちゃったわけですけども、それを追加していますが、その上には、まあ、なんかパーティクルがついた写真だったので、こんな感じで上からこの粉をね上からなんか振らせて、なんか砂糖をまぶした犬みたいな、なんかそういうのを作っております。はい、ということで、早速、まあ、この立体的な作り方早速作っていきましょう。まあ、とはいっても非常に簡単です。まず新規コンポジションのところで、まあ、パララックスということでパララックスというふうに書いておきます。そしたらここに写真を挿入していきましょう。まあ、写真はですね、私が添付ファイルのところに準備しておりますので、まあ、そこの写真使いたい人は使ってください。もしくは Pixabay や Pixels.com という、まあ、そういうサイトにですね写真ありますので、そこからダウンロードしてもいいかと思います。そしたら、まあ、この写真通常通りここに挿入してもいいですし、まあ、一旦ね写真ということでここのコンポジションマークにドラッグ&ドロップすると、まあ、この写真に沿った、コンポジションが出来上がります。さあ、ということで、まあ、ここでですね、もう早速、オプティックコンペンセーションですね、それを追加していきましょう。エフェクト&プリセット、ここのところから、オプティックスコンペンセーションズ、まあ、ディストーションのところですね、歪みのところに、入っておりますので、これをダブルクリックして適用しましょう。エフェクト&プリセットない人はここから、出しておいてください。そしたらですね、この、フィールドビュー、FOV というのを数値を動かすことによって歪むんですけれども、このままだとですね、こういう数値を上げていくと、まあ、ちょっと球体になっていくんですね。これを上げていけばいくほどなんか球体になっていくと、こんな感じの球体になっていきますので、これはですね、まあ、例えば雨の雫だったりとかを表現するときとかに、まあ、使うと、まあ、なかなかいい感じのやつになります。まあ、雨を降らせるときとかこういうのを作っておいて、まあ、あとレンズコンベなんだレンズ CC レンズとかを使って、歪ませたりすると、まあなんか雨の雫っぽいのができるんですが、今回はですねこの反転ですね、反転を押しましょう。するとですね、この数値を上げることによって反転のチェックを入れているので、こんな感じで中心以外のところが広がっていくような、そういうアニメーションが出来上がります。ということなのでですね、早速立体的な写真作っていきましょう。それではこの FOV フィールドオブビュー、これの、タイムなんだこれタイムストップウォッチマークを、チェックします。そしてですね、まあだいたい今日5秒ぐらいかけてこの中心に寄っていくアニメーションを作っていきたいので、このフィールドオブビューをですねこう上げていくんですが、まあだいたいキリのいい数字として100と設定してこう押していきましょう。で、まあ、キーボード N を押すとですね、こんな感じで範囲を指定できますので、そうすると、まあ、見ていくと、こんな感じで、若干写真がですね、中央の方へと、こうやって、ゆっくりとこう拡大していくという、まあ、そういったエフェクトが出来上がります。で、このフィールドオブビューの注意点としてですね、数値が上がれば上がるほど、まあ、二次曲線的にですね、こうやってだんだん早く、歪みが早くなってくるんですね。ということなので、まあ、この、スピード感も考慮していきながら、スライドショーを作る必要があるということです。ということでですね、まあ、この状態でもいいんですけれども、キーボード S を押してですね、スケール、これのアニメーション、ストップウォッチチェックをします。そして5秒のところにインジケーター持っていっておいて、で、まあ、こんな感じで中心の方へと寄っていきましょう。まあ、するとですね、まあ、さっきの、スケールの状態だと、こ
ここら辺がですね、ちょっと周りのところが歪んでしまってですね、あれちょっと歪ませてるじゃんって感じだったんですけれども、スケールの数値を大きくすることによって、その歪んでる部分が、スケールによって見えなくなっちゃうので、まあ、これこうしておくと、まあ、比較的写真が拡大していきつつ、この端っこのところがね、立体に見えるという、はい、こういう感じですね。ちょっと立体に見えるのではないでしょうか。はい、これはシンプルですね。はい、ということで、スケール他にですね、例えばキーボード U を押すとですね、このまあなんだキーフレームが見えますので、これ全部選択しておいて、まあ毎度おなじみですね、速度を滑らかにするためにも右クリックからキーフレーム補助、そして Easy Ease というのをかけてあげると、まあ速度がですね滑らかにこう移動していくようになりますので、まあこういうのを駆使していきながら、スライドショーの見せるスピードというのを変更していってみてはいかがでしょうか。まあこんな感じでいいのではないでしょうか。はい、ということで、まあ、これ作ったんですけれども、もちろんこれだけで、スライドショーを作っても、普通のやつとはね、あの一味違った見せ方になるかと思います。しかしですね、ここで、ちょっとした、立体感を見せるために、今回は、パーティクルというのを追加していきましょう。ということで、上のレイヤーから新規、そして新規平面、もしくはですね、右クリックからでも新規平面作成することができます。もしくは、キーボードコマンド Y を押すと、新規平面作成できますので、ここで、まあ、パーティクルを作っていきましょう。そしてですね、これ覚えてほしいんですが、まあ、CC パーティクルワールドですね、 CC パーティクルワールドというのを適用すると、まあ、簡単にこのパーティクルを適用することができます。で、このパーティクルのところから、まあ、レンズフェードとかでもいいかな、レンズフェードとか、作っていくんですが、これをですね設定するの初心者の方はちょっと最初やりにくいと思います。ということで、まあ後でですね、あの、まあ、簡単なやり方もお伝えしますので、とりあえずここではねちょっと我慢して、あのちょっと制作に手伝っていただけるかなと思います。はい、で、まあこんな感じで、パーティクル設定しておいて、フィジックス、この物理的な、性質のところで、重力をですね、じゃあ今回反対方向に動かすためにマイナス 0.1 くらいにしておきましょうか。そうすると、まあパーティクルが下から上へと広がっていきます。で、まああとはですね、まあこれはこれでいいとして、まあちょっとスピード感見ていきましょうか。ちょっと早いですね、早いし、うん、なんかちょっとイメージと違いますね。ということで、このロンジェビティですね、このロンジェビティ、まあ寿命なんですけれども、ここを5秒に設定することによって5秒間、なんか粒が広がるようになります。ただ、正面にやたらと来ておりますね、ということなので、まあベロシティかな、この速さとか、あと抵抗、レジスタンスのところを上げると、まあ抵抗感とかを結構、作ることができます。あの抵抗ですね、なんて言ったらいいかわかんないですけども、はい、そして、ここのプロデューサーのところの、半径 X 方向の半径と、あと、Z 方向の半径ですね、こんな感じでずらしておくと、まあ粉のね、広がりが変わるという、はい、そしてポジション Y、 これをですね下の方向へと、変えていきましょうか。はい、この辺にしておきます。そしてですね、まあこのレイヤー自体をこんな感じで左の方へとずらしておくと、まあレイヤーが下から、上と広がっていく感じになります。で、今回5秒間なのでね、まあこんな感じでなるわけなんですけれども、このままだとですね、まあ写真が大きくなっているんだけれども、このパーティクル自体は大きくなっていかないので、このパーティクルも、キーボード S を押してスケールを押してですね、ここのキーフレームをオンにしておいて、で、まあ5秒間でね多少大きくなるように、まあスケール130とか40とか150ぐらいに、まあ上げてみていきましょうか。はい、するとまあパーティクルも拡大していくので、こんな感じでフレームアウトしていく、まあパーティクルがあるので、まあ多少ね、あの立体的に見えるかなと思います。で、まあ初心者の方はこんな感じでね、まあ立体的に見せるということをまずやってみてはいかがでしょうか、ということでした。まあこれで、一旦 OK です。まあ他に、その他にですね、なんか、もうちょい立体的に見せたいっていう、もうちょい高度なパララックス映像の作り方を知りたいという方はですね、別のなんか動画にもパララックスの作り方いろいろと、お伝えしておりますので、まあそこのところのやり方というのを踏襲というか、まあ、真似してみてはいかがでしょうか。はい、こんな感じでいいですね。はい、パーティクルが広がっていると。あとですね、まあこの白い粉のですね、なんていうんですかね、もう白い粉って感じじゃないですか。もう明らかに白い粉を追加しているよねって感じなので、そういう時はモードのところから、今回はまあオーバーレイとかを追加すると、こんな感じでですね、後ろの色を反映した粒というのが出来上がりますので、比較的さっきよりも背景に馴染むようになります。はい、こんな感じですね。まあいいのではないでしょうか。
まあ、もうちょいスピード感変えたいよねと、個人的には思ったので、まあ、スピード感ちょっと変えるためにさっきのベロシティのところ下げたりとか、まあ、グラビティですね、重力が問題です。 0.05 ぐらいにしておきましょうか。はい、これで、比較的さっきよりも、ゆっくりめなスピードで上へと上がっていくようになりました。まあ、こんな感じでいいのではないでしょうか。まあ、若干粒が多いなと思ったらこのバースレートのところを、まあ、1とかにして半分ぐらいに減らすとね、粒の数とかも減らすことができますので、はい、こんな感じで好みに合わせて、粒の数とかを変えていってみてください。またですね、さっきのワンちゃんとかね、電車に引かれそうになっているワンちゃんの、写真とかのファイルなんですけれども、それも、まあ、一応ですね、ダウンロードできるようにしておりますので、ダウンロードしてみてください。そしたらですね、スライドショーを作るときは、今作った例えばこの写真ですね、これをこの中に導入します。すると、まあ、すでにこういう感じでね、入っておりますので、さらにまあこの上にですね、なんか写真適当に選んでもらって、でその写真を追加していくという形でいいかと思います。まあ、今回じゃあこのよくわかんない何でしょうね、これを、追加していきましょうかということで、今と同じようなやり方をします。まあ、これを選択しておいて、オプティックスコンベンセーションですね、これを追加します。そして、フィールドビューのところにチェックを入れます。今回まあ画面が丸いので、まあ、こんな感じでなんかちょっと丸っぽい感じにしてもいいかもしれないですね。最初のところで、100とかにしてみましょうか。じゃあ、はい、100とかにしてみます。で、まあ、5秒間でですね、これを0に持っていってみます。はい、そしたらキーボード U を押すとですね、こんな感じでキーフレームのあるところが見えます。ただですね、このまま見てみますと、まあ、画面のこっち側がですねはみ出てますね。ということで、このはみ出てる部分が見えないようにキーボード S を押してですね、スケールを表示しておいたら、こんな感じではみ出てる部分が見えないようにね、こんな感じで拡大してあげましょう。で、まあ、ここでキーフレームをオンにします。で、まあ、キーボード U を押してキーフレームのところを見てあげると、まあ、最後のところでこうなっちゃうので、ここのところを最後100に戻してあげましょうか。そしたら、キーフレーム全部選択して Easy Ease もしくは F9 を押して、おっとしまったよ、なんか方向キーを間違えておっしゃいましたね。これら全部を選択しておいて、F9 を押して Easy Ease をかけます。すると、まあ、速度が一定なので、だいたい同じようなスピード感で、まあ、画面の写真は動きつつ、こんな感じでスケールされていって見えるのかな。はい、これは私やったことがないので、どういう風に見えるのかちょっと興味がありましたが、ちょっと微妙かもしれないですが、まあいいのではないでしょうか。若干丸いのがこう平面に戻っていったという感じでいいのかもしれないですね。はい、まあ、ここの見せ方とかはお任せいたします。じゃあ、はい、お任せいたします。もしくはこの FOV の数値をここら辺まで持ってくるといいかもしれないですね。ただそうするとこっちの端っこが漏れるっていう、はい、ということなので、まあここら辺はちょっと難しいかもしれないですが、まあいろいろと試してみてください。今日はもう、簡単なパララックスの説明ということなので、次行っちゃいましょう。ということで、コマンド Y を押して新規平面を作成していきます。まあこれは名前はフラクタルと変えておきましょう。ということで、その名前の通りエフェクト&プリセットのところから、フラクタルノイズですね、これはかなり使いますので覚えておいてください。そしてフラクタルノイズのフラクタルタイプ、ここのところからダイナミックプログレッシブと選択しておきます。するとモワモワっていう感じになりますね。はい、そしてですね、ここの設定を一回ここで、スクリーンに変えておきます。するとですね、黒い部分が消えて、そして白い部分だけが見えるようになります。今回5秒しか使わないので、5秒のところでキーボード N を押して、範囲を指定しておきましょう。そしたらですね、このフラクタルノイズなんですが、まずコントラストというのを上げていきます。で、このブライトネス、まあ、明るさなんですけれども、明るさを下げることによってですね、まあ、白い部分が消えていきますので、これでちょっとした雲のような感じが出来上がります。ただこれだとちょっと丸っこい雲ばっかりじゃんってことなので、その場合はですね、このトランスフォームのところを開いて、このスケールですね、このスケールのユニフォームスケーリングというチェックを外します。すると縦と横バラバラに、大きさを変えることができますので、まあ、例えばこれで横の長さをこんな感じで広げてあげて、まあ、こんな感じかな。で、縦の長さとかもこんな感じで広げてあげると、で、まあ、こんな感じですると、まあ、ちょっと雲っぽい感じが出来上がったのではないでしょうか。若干横の大きさとかをね、大きめにしてあげると、こんな感じでちょっと雲っぽい形が出来上がったと。あとはまあコントラストとかを指定して、この雲のはっきり見える度合いっていうのを変えていきましょう。そしたらですね、この雲を動かしていくために、さっきのちょっと閉じますね、
トランスフォーム閉じると、下のところにエボリューション、展開というのがありますので、ここのチェックをオンにします。そして5秒間のところでですね、まあ展開がどれぐらい動くのか分かんないんですけども、まあ例えば200ぐらいにしておきましょうか、はい、っていう、まあアニメーションですね、キーフレームアニメーションを打つと、まあこんな感じで展開を200動きますので、こんな感じで雲がですね若干動いているんですね。若干雲がニュワニュワニュワと動いている感じのアニメーションを作り出すことができます。ただこのままだとですね、雲自体の大きさは画面に張り付いて動かないので、まあこれでですねキーボード S を押して、先ほどと同様です、キーボード S を押してスケールのアニメーションをオンにします。で、このスケールのアニメーション最後にこのぐらいの大きさになってほしいので、まあこれぐらいにしておいて、最初はですね、まあ100、170、80、まあ200でいいか、200ぐらいで、大きめに指定しておいて、キーボード U を押して、キーフレーム全部表示しておいたら、まあいつものごとくこれ全部選択して、ファンクションキー9 F9 を押して、まあスケールがどんどん小さくなっていく、雲がどんどん小さくなっていくように、指定してあげましょう。するとこんな感じでカメラが引いた時にですね、若干立体感が加わるようになります。はい、まあね、見ていきながらもうちょいコントラスト上げた方がいいよねっていう時でことであれば、まあ上げてもいいし、明るさを下げてもいいし、はい、上げ下げして、はい、まあちょっと雲が多いんじゃねとか思ったりとかするかもしれませんが、まあその都度ね、まあ調整してみてはいかがでしょうか、ということでした。はい、ということで、最終チェックです。パララックスの一番最初のところに戻って、プロジェクトパネルのところから今作ったコンポジションを、5秒のところに、置きましょう。あ、置けなかった。置きましょう。はい、するとまあここに追加されますので、まああとはトランジションとか作りたければ作ればいいんじゃないでしょうか。まあ、とりあえずこんな感じで、スライドショー始まってますね。まあ、例えばトランジション作りたかったら、もう簡単なディゾルブの作り方なんですが、このレイヤー選択した状態でキーボード T を押します。すると、オパシティ、まあ不透明度が出てくるので、これのキーフレームチェックオンにします。アニメーションチェックですね、はい、オンにして、で、ここの一番最初のところでですね、最初不透明度は 0% にしてあげましょう。はい、これでディゾルブという一番簡単な、こんな感じで透明から、実際のね、こういうのに変わるという、で、まあ、この感覚を変えることによって透明から消える割合を変えることができますので、まあ、こんなん使いながらですね、まあ、なんかいろいろと試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今回の内容はこんな感じでどうでしょうか。一番簡単なパララックスの作り方だったのではないでしょうか。ちょっと5秒から5秒で、下のアニメーションが終わるので、この辺で、さらにここから5秒なので、まあ9秒ぐらいですね、まあ、この辺りで終了するとして、こんな感じで、これで一応ですね、今回簡単に作ってみたパララックス映像でした。いかがでしたでしょうか。まあ簡単に作れますので、ぜひとも試して、なんかスライドショーといったらね、なんだろう、オープニング作成とかで使えるかもしれないですね。これを例えば 0.5 秒間隔で表示して、最後に自分のロゴとかを表示すると、まあいい感じのオープニングとかできますので、作ってみてはいかがでしょうか。それでは今回の、内容は以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。